どうもファミツアップのみこでーす。今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ダン株式会社 B ワークスのダンボールナメコでございます。ダンボールナメコさん、何久しぶりだから、なんかちょっとね、今日はさすがに緊張せざるを得ない。構想4年構想4年、開発期間1年半。1年半、開発人数約2人でナメコの最新作、ナメコの巣をお持ちいたしました。まあ、最終的にはね、みんなで作ってるんです。あ、みんなで作る、はい、この動画を見たらナメコの巣が明らかに丸裸になってしまう。え、ちょっと早速、はい、ちょっとやらせていただきたいんですけど。そうそう、あの出来たてほやほやというか、はい、これ今朝あの審査通過したみたいな。そう、鳥です鳥みたいな。あ、これは鳥なんですね。それは鳥です。確かにナメコはうんうんってなりますもんね。はい、じゃあちょっとスタップでだな、はい、タップスタートで、スタートで、あ、そこはもう普通に導入していただいて、ちょっと始めますね、はい、あ、ニックネーム私ミーコでいいですか。ミーコで入れちゃってください。ミーコ、いや、ちょっと楽しみ。ゲーム、お、いいですね、作成ね。これ起動めっちゃ軽いんですよ。なんかサクサクですね。ある日不思議な手紙が届きました。手紙の差し出しにはタケル、聞いたことのない名前です。誰だ突然なお手紙で、すみませんわかんない、こんな声なく、なめこに詳しい人がいると聞いてお手紙を書きました。あ、かわいい、後ろ手書きにされてる。そうなんです。僕たちの巣を作るのを手伝ってもらえませんか。人間の町みたいな暮らしやすい巣にしたいです。手伝ってくれる優しい人間を探しています。よろしくお願いします。手紙と一緒に地図が入っています。なめこが手紙を出してきて巣作りを手伝ってくれなんて、なんだか怪しい気もするけど楽しいことになりそう。かわいい。もう始まります。これたけるくんですね。たけるくんです。いや、こんにちは。もしかしてみこさん、来てくれてありがとう。いえ、僕の名前はたける。おお、ここに僕たちの巣を作るんだ。作って、たけるや、ついに巣作りのパートナーを見つけたのじゃな。あ、師匠みこさんだよ。師匠なめこさんですね、この人は。ちょっと、なんか威厳がありそうですね。そうです。そうかそうか、これで一安心じゃな。じゃあ早速手作り工房っていう施設を建ててみようかな。はいはいはい、身近なものを使っていろんなものを作る施設なんだ。開発ボタンを押して早速立ててみましょう。はい、もうでこっから普通に遊び始められます。もう右下の開発ボタンを押してみて、はい、右下の開発で手作り工房を立ててみてください。はい、これは、はい、どんな、それでね、立てる場所をスペースをまず決めていただいて。なるほど。で、OK を OK を押していただくと、あ、作ってる、かわいい、ね、トンカチでトンとか、あ、のこぞうとカサリンっていうキャラが立ててくれるんですね。しかも曲に合わせてトントコトントコやってるんですね。そうなんです。めちゃくちゃかわいい。あ、せっかくだしなんか作ってみよう。お、それならいい。かっこいい石、え、なに、なめこの世界でかっこいい石ってのが流行ってる。流行ってるんですよね。なんだかわいいな。三角の石に紐が通ってるし、と、あ、し、尖ってて、かっこいいみたいな、ね、あれ首に下げてないか。これはね、またね、違う石らしいんですよ、ね、違う石なんですね、はい、じゃ、かっこいい石はどうやらただの石に紐を通しただけのペンダントあ、なるほど、はい、親方をしてるばあちゃんなんだ。かっこいい石を作るんだ。暇な子に手伝っても、おうほうほう、みんなに話しとくよ。これで手作り完成したら、あいた、あいて、ほうほうほう、スワイプ、あれ、スワイプってこれは、そう、なめこ栽培キットの要素をちょっとだけ残してて。そうですよね、ちょっとだけっていうか、もうそのものなんですけど、ほう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 、あの今回なめこの巣ではなめこの収穫はできないんですが、その代わり、ね、作ったあの出来上がった作物とか、ほうほうほう、あとはそういう工芸品をスワイプで収穫することができる。え、なるほど、はい、ちょっと目標に沿ってかっこいい石を作ってね、ということで作るボタンを押してやりましょう。作るボタン、あ、間違えた、そこに作るボタン、はい、ポチポチと2回押していただくと2個置けるんで。あ、ほんとだ、はい、2個ね、これ時間が実はかかるんですけれども。あ、なるほど、本当はね、これ時短ができたりもするんですが、一旦はちょっとお待ちいただかないといけない。あ、そうなんですね。そうなんですよ、作ってる間になんかなめこちゃんたちに吹き出しがあったりとかするんですけど、 それ、え、なんか喋ってたりするってことですか。これはね、あ、これ実はなめこの巣って生活密着型本格なめこ観察ゲーム、はい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 、ちょっと長ったらしい肩書きをつけさせていただいてるんですけど、はいはいはい、
あの巣で生活しているナメコたちをこうやって眺めるだけでも、うんうん、あ、なんかお話ししてて楽しそうだなみたいなのをちょっと観察していただける要素になってます。なるほど、なんかびっくりしてる。なんか今ね、1個出来上がりました。あ、出来上がったですね、これは。あ、1個だけなので収穫できます。これをタッチしていただくと、おお、こうシュッてやったらね、ポコって。あ、これ2個できると2個ピュッてできるし、なるほどなるほど。この設備のグレードそのものを上げると、うんうんうん、もう3つ4つ5つっていう風にここ置けるので増えていくんですね、はい、そしたらザザザザッ、いいですね、切っていくこともできます。このお急ぎとかって、あ、作ってね、はい、巨型お急ぎはですね、まさにあの今回ナメコ巣っていうのは初めて課金要素をつけさせていただきました。もうね、食うに困り困りですよ、もうちょっと頼むよと。はい、もうね、さすがにちょっとね、広告出してるだけじゃ我々も食ってけねえっていうことになりまして、今回あの、まあ、広告も入れているんですけれども、課金要素もあって、それによって、まあ、あのいわゆる時間を短縮する効果だったりとか、特別なその装飾品、巣の中で設備とは別にいろんな飾り付けをできるデコっていうものが用意されてまして、まだちょっとグレードは低いので出ないんですけども、ちょっと後ほどバージョン進んだものでご覧いただきたいと思います。それでいろんなデコがあって、それはあのただ単純に普通にプレイするだけでも買えるものと、そのなめたまというアプリ内の通貨で買えるもの、あとは特別なチケットをログインボーナスとしてお渡しするので、それを使って交換するものっていう、なんかいくつかのパターンでそのデコを購入したりとか、あ、増やしたりすることができるんですね、はい、あとね、これなめこさんたち今、はい、すっぱだかじゃないですか。すっぱだかですよ今、恥ずかしいと思うんですけれども、いやちょっとね、確かにこれはこうね、しますよね、ちょっとしちゃいますね。帽子をかぶったり、できるんですか？できるんですよ。すごいすごい、装備変更、今、あ、持ってないのか。今はね、まだ作れてないんですけれども、これがちょこっとだけ進むとまた作れるようになって、で、これナメコ一匹一匹に違う帽子をかぶせたりとか装備を持たせることができるので、また着せ替えをして楽しんだりとか、そういうこともできるようになるんですね。できるんですね。あ、すごい面白い。ちょっとなんかいろいろ作りたくなっちゃうな、こういうの。そうなんです。目標リストがすごい分かりやすいですね。この目標リストに合わせて進めていけば、あの基本的にはもう迷うことなく進めることができます、うん、ちょっと私も全然迷うことなく進められますもん、うん、これをタップするとあのストレスのたまった仲間のために作ろうよって言って、ちゃんと何作る手順も教えてくれるんで、うん、開発のボタン押してね、作れるよとかあるから、すごい分かりやすいですね。え、いいな、いいな、座れる椅子とか作っちゃおう。 OK、 また立ててくれます。かわいい、このこトントンの音、これここがすごいかわいいトントンちゃんと音しますよね。そう、トントンも音鳴るんですよ。あれすごいですよね。僕も最初聞いた時感動しました。ちょっとこれは感動しますね。あ、チュートリアル、あ、ランクアップ、あ、え、ランクっていうのがあるんですね。巣のランクに応じていろんな作れるものですとか、うん、さっき紹介したこの今チューリップがバーって並んでますけど、これ巣の飾り付けに使えるデコっていうもので、ちょっとデコやりたいな。あれ、あ、王様ナメコが出てきました。うわっ、おじいさんとは知らないね、このな、ちょっとタケル君はナメコの世界、お宝収穫家、お宝、お宝を、かわいい、ニコニコしてる、怪しい。師匠からこの巣のことを聞いてきたんじゃ、ちっとも怪しくないぞ。え、来るってどういうことだ。トントンの世界からいろんなナメコやってくるんですね。え、これ、このここにいる通常ナメコとは違うのが来るってことなんですね。そうなんですよ。あ、今ボーナス、ナメ玉の購入は計画的に、あ、こんなの書いてあるお小遣いを全部使ってしまうとおやつを買えなくなるからの、かわいい、おやつはバナナ、かわいい。そうだから計画的にね、買ってくださいねということで。あ、なるほどね、はい、今ちょうどあの石が溜まってると思うんで、石が溜まってる、あ、今ナメコたちが、あ、喋ってたりする、はい、なんか忙しいな、本当に。見てて飽きない。ちょっと序盤はね、いろいろやることがいっぱいあるんで忙しいんですよね。あ、ちょっとプレゼントを見てみましょう。プレゼントもらっていただいても大丈夫です。あ、いっぱいある。で、今ちょっと一番上に事前登録のあれがありましたよ。アプリリリース記念品、ナメコの巣開店のお祝いだよっていうの、これ可愛くないですかじゃあこれちょっと置いてみましょうか。置いてみましょう。取り出す、取り出す、あ、可愛い、これめっちゃ可愛い。これ好きな場所に置けます。ちょっと祝開店って書いてあります。あ、本当だ、書いてある。え、これは
店の前にとか好きなところに置けるんですか？場所は施設の前にしか置けないんですけれども、まあ、好きな場所に置いていただけるんで、ちょっとさっき建てた建物の前に置こう、はい、置いていただいて OK、 OK、 うわ、すごい祝なんか回転したね、本当にかわいい。そうなんですよ。でザザッと収穫していただいて、楽しい。これなんかコインとかも、これね、ナメコたちがこのベンチで休憩するとお小遣いを置いてってくれるんで、なんてチップみたいな感じで、ありがとう。時々起動するとそうやってチップが溜まってるんで、またそれも回収して、回収してで NP がどんどん溜まっていくと。NP で何が買えたりするんですか？そうですね、施設を建てるのにも、はい、実はこの巣って今2階層しかないんですけど、はい、下にどんどん掘り進められるんです、ね、でこれを掘り進めるのにもノコゾウくんがやってくれるんですけれども、はいはいはい、やっぱり労働には対価が必要なんで、おー NP をよこせって言われるんですね。すごいな、そこは現実的なんですね。深くなればなるほど NP はたくさん必要になるので、そこはさっき作ったかっこいい石を欲しい人に売ることによって NP を貯めることができるんですね。ちょっと掲示板が上にある、はい、これをタップして、あっかっこいい石欲しい人いっぱいいるんですよ。めちゃくちゃいる。今ナメコ界ではかっこいい石が非常に流行っていてなるほど、みんなかっこいい石が欲しいって言って、みんなつけたくなっちゃってるんですね。そう、大人気なんですね。じゃあこれをタップして売ること、うん、納品すればいいんですね。そうです、かっこいい石ってかっこいいよねって、すごい、僕も欲しくなっちゃったっていう子に 100NP くれるよ、はい、ちょっといっぱい持ってるんで、ちょっと売れるだけ売れるだけ売っちゃってください。納品、いいねいいね、いっぱい、かっこいい、最高、すごいすごい。もうないかな、あ、まだまだだ、すごい。あ、え、これってだん、あ、アイテムが不足しちゃった。これって増えていくんですね。そうですね、お願いをクリアするとまた新しいお願いが貼られるので、うん、またそれでかっこいい石を回収して納品して NP を稼ぐと、なるほど、いうのが基本的なサイクルになります、ね、ほう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 、わかりやすいし、やった、 NP が集まったよ。お、集まった。開発ボタン押してみよう。あ、これでどんどん建物を建てるのか。はい、OK、 また見れちゃう、これ、これ見るのいつでも楽しいですよ。ちょっとこれは、これが見たいがためにちょっといっぱいね、売ったりとかして建てたくなっちゃいます。で、これ農園ゲームの中では結構すごい作りになってるって思っていて、はい、普通はその層なんでしょう、素材とかお金が集まって施設を建てるってなったら、はい、建てるのにも時間がかかる。あ、確かにそういうイメージはあります、はい、例えば NP かっこいいし何分もかけて貯めました、うん、家建てます、さらに30分待ってねっていうのが他の農園系ゲームなんですけれども、はい、なめこの巣はお待たせしません。え、あ、確かに今んとこもうすぐにこうやって楽しく楽しくって言って、はい、すぐに回収じゃないわ、作ったりとかできますね。そう、頑張るところは素材を集めるところまでで、うんうん、楽しいところはもうすぐ楽しんでいただきたい。うわー、ちょっと嬉しいですね。だから時間の建てるのに時間のかかる施設っていうのは基本的にないんですよ。素材さえ集まれば、素材集めるのが大変なだけで、はい、もう建てたらすぐに遊べるってことですもんね、はい、本当はそこ一番課金ポイントなんですけど、あえて削りました。さすがだあ、すごい。そう、まあ、やっぱり作ってるクリエイターが農園系ゲームすごい好きなんだけれども、うんうんうん、頑張って集めて、じゃあいざ建物建てようって時にまた待つのかっていうのがすごい本人嫌で、あ、なるほど。で、じゃあもういっそのことそこは気持ちよく建ててもらったらいいんじゃないかってことで、なめこの巣では施設がすぐ建てられると。すごい、なんかいい話を聞きましたよ。それこれね、今日一番言いたかった大事なことですからね。そう、大事なこと。あ、これなんか最初はその辺に空いているモグラの穴あたりがいいじゃん。あれ、モグラの穴、何これ、洞窟管理の専門家を呼ぶか。 NP はこれってどういうことなんだ。あ、そう、貯めてたんです、ごめんなさい。結構ね、やり取りがファンシーかつリアルがなんで、結構リアルですね。見てみてください。ちょうどいいタイミング、よろしくお願いします。あ、すみません、依頼主以外の経え指示は受けかねます。どういうこと、結構、えご指示は、お高結構リアルですね、本当に。え、そやつがこの巣のリーダーじゃ、言うこと、あ、言う通りにしてやってくれ。おお、あ、すごい。あ、これで何、壊れた施設とかはね、直せるんで。え、壊れ、はい、あ、ここか。ここ直してみてください。はい。NP がちょっとだけかかりますが。でも、あ、さっきのロックさんが壊れた洞窟を修理してくれるんで、
また横穴が広がった時になめこたちを冒険に派遣してお宝をゲットしてお宝王に渡すとまたなんか新しいアイテムがもらえたりとか。あ、そうなんですね。修理完了です。あ、そう、冒険に、冒険っていう要素があるんですね。面白い。あの、いろんななめこをその横穴に派遣してこれ金太くんにちょっと行ってきてもらいましょう。行ってらっしゃい、はい、あ、かわいい。で、今行ってるのでちょっと待ってねって感じになってます。へえ、なるほど。で、戻ってきたらなんか持って帰ってきてお宝王に渡すと。はい、そうです。へえ、かわいい。え、ちなみに旦那目さんはやっぱ進んでるんですよね。今みーこさんはランク2。ランク2です。僕はですね、はい、ちょっとあのリリース時点のものよりもさらに進んじゃってるんです。おお、さすが。ランク40まで。え、すごい。え、すごいすごいすごい。これすごいですよ。もう、え、これね、大都会です。大都会っていうか、もう 何匹いるんですか、ね、MP どんだけ持ってるんですか。30匹ぐらいいます。すごい。おお。あ、今ちょうど見えましたね。これ住んでるナメコたちの様子も見れるんですけど、うん、その施設に住んでる、はい、かわいい猫。今塩ナメコにはシュノーケルをつけて、うんうんうん、普通のナメコさんには猫耳とヒゲをつけてます。え、あ、2つセットでつけられることとかあるんですね、はい、それぞれ別のパーツになってるんで。え、なんかシュノーケルつけなくてもいいんじゃないのか、その子は。ちょっといいんですよ、触ってみて。え、いいですか、はい、てかこれいっぱい、え、なんか色が変わってるのってどういう意味なんですか。あの、通常はこの洞窟のような茶色いこれなんですけれども、フロアキットといって、はい、例えばツタが絡まっている、うんうんうん、草の緑、はい、フロアキットとか、この下の宝石が埋まっているフロアキットとかっていうのを、うんうん、さっきのデコで直回転のお花を置いていただいたじゃないですか。はい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 、あそこの画面で、あの、集めたフロアキットをこうやって変えることができる。そういうのもあるんで、はい、ちなみにそれは課金要素なんですか、そういうところ。これた、ね、ランクを上げてクエストクリアしていくとご褒美でもらえたりします。あ、ご褒美でもらえたり、あと、まあ、スペシャルチケットで交換したりとか。あ、交換したりとか。すごいですね。これ、あの、課金要素でやってる部分は多分ないですね。あ、今ここにあるのは課金要素じゃなくて、基本もそのもらったりとか、はい、みんなあの頑張って NP を集めたりとかしてやったんですね、はい、すごい。課金要素は素材集めのために時間短縮をするのと、あ、はい、まあ、一部のデコにだけ課金じゃないともらえないものがあるっていう感じなんですけど、課金の石もあの基本的にログインボーナスで配るので、はいはい、頑張って貯めていただければ、あ、課金しなくても、はい、楽しめるよっていう、はい、あ、すごい。これはでも進みすぎですよ。これね、ここまでいくと楽しいですよ。そうですよね。一回起動した時に収穫するものがありすぎて。もう確かにそうですよね、はい、いっぱいだってコインとか、あの、ナメコのね、NP とかもいっぱいあるし、溜まってますし、こことかだって収穫、これできるかな、はい、収穫してください。こっち畑、あ、これキノコが、え、キノコ、キノコがキノコ、小麦ノコっていうキノコがある。あ、すごい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 、ほら、わ、いっぱい手に入れた。しかもグレード4と結構高みじゃないですか。そうなんです。あ、すごい。これ何、え、この下のやつがこれとかでなんかやるんですか。あれ、出てきてるかな、はい、あ、これはもうトウモロコシを選択した状態なので、時間が経てばトウモロコシはここに収穫されて置かれるので。なるほど、それをまた、はい、時間が経ったら回収と。面白い。てか、トウ、すごいな。いろんな歩いてるナメコさんたちにも見てあげてくださいね。てか、え、これみんななんかつけてますよね。そう、おめかししてます、今日のために。すごい、あ、かわいい。帽子かぶったりしてる。猫の駅長さんの帽子ですね。え、かわいい。いいな、そういうのとかできるんですね。楽しい。これがね、楽しいんですよ、ね、今おしゃべりしてますね。みんな井戸端会議がすごいな、うん、どこもかしこも。ここら辺とかも、あ、サウナにいる。サウナに、ね、サウナメコがいますね。すごい、なんかムキムキしてるな。え、かわいい。なんか 目がは、すごいすごい、サングラス、あ、いらないよ、シュノーケル、大丈夫だよ。いらないですね。え、かわいい。他にもね、施設とかも、え、なんか住むだけの施設とかがあるんですか。そうです、あの、住居を増やすとこの巣の中で住めるナメコの人口が増えるんです、はい、ああ、なるほど。なので住居を建てないと、うんうん、ナメコの数は増やせないので。あ、増やせないですね、はい、え、ナメコ自体集められるんですか、この種類とかは。どこで、ね、上見えますか、ね、はい、あ、見えてます。この旅人休憩所っていうのがありまして、はいはいはい、今ちょうど将軍ナメコさんが休憩してるんで、ちょっとタップしてあげてください。タップ、はい、あ、この吉武さんをちょっと選択して、吉武さんを選択で、で、吉武さんは、はい、この卵と布とトウモロコシと丸太をくれたら、あと 9800NP くれたら
仲間になってあげるよと。すごい、やっぱ将軍は違うね。将軍は違うんですよ。将軍結構、これ何、珍しいナメコちゃんとかで、そのアイテムとか違うんですか？そうなんです。ナメ太郎さんちょっと選択してみてください。ナメ太郎さん、はい、真ん中のこの子かな。あれ、こいつは素材はいらなくて 500NP さえくれればもう何でもしますと。もう好きに使ってくださいっていう。すごいな。あ、じゃあもう一つ一つ一匹一匹によってそういうのが違うんですね。まあ種類によって違うって感じです、ね、あ、これは何、ハンバーガーとメロンパン、メロンパンをくれて、まあ、8800NP あれば、まあ、私は地下帝国に行ってもいいと。すごいな、面白い。これもまたグレード、あの施設のグレードなんですかね。そう、施設のグレードと、あとはそこで収穫できるものを集めて、まあ、ナメコたちに食べさせてあげたりして仲間にすると、うん、へー。仲間にしないと、あの図鑑のテキストが埋まらないので。え、これももしや図鑑が、図鑑の機能があるんですよ。嘘でしょ。で、歩いてるナメコたちをタップすれば一旦そいつらのステータスはチェックできるんですけど、あ、ふんふんふん、この図鑑の、なるほどね、この、まあ、見れないんです。で、もう捕まえてるんで今見れるんですけれども。あ、なるほど、はい、いつもおなじみなめこさん、へえ、上がってるようで微妙に上がっていない口、口角がチャームポイント、はい、あ、ちょっと、そうね、そうね、なるほど、なるほど。この図鑑もあのなめこではチェックできます。あ、そうだ、どこだどこだ。あ、これなめこリスト、これはすでに今いるなめこのリストですね。あ、え、この画面でタップしたらまた帽子とかとか、あ、できます。あ、ここでもできるんですね、はい、え、かわいい。ちょっと図鑑を見てみたい。図鑑見てみてください。あ、いっぱいいる。僕ちょっと今全部捕まえたので、ちょっとあんま見せないとこ。そうですね、このぐらいにして。いいですね、鬼なめこちゃん、枯れなめこちゃんとかいて。一個だけじゃあ見せてあげましょうか。ちょっとこの動画を見てる人だけに。え、私これがやっぱ好きなで、猫なめこちゃんが。じゃあ巣にキャットタワー部屋を作りたい、ダンボール部屋でもいい。なんだかわいいな。あ、お気に入りはサボテンミルク。あ、スキルとかあるんですね。そう、あのさっき冒険あったじゃないですか、はい、ありました。あそこもランクが上がるごとに難しい冒険先が出てくるので、そうするとこういう暗闇でも目が効くキャラだったらお宝を持って帰ってこれるとか、数が多くなったりとかするんですね。あとはこのスタミナがあるとか、しぶとさ賢さが足りないと冒険に失敗しちゃったりとか。あ、失敗するってこともあるんですね。持って帰れないこともあります、なのでステータスが足りないとちょっと賭けに出る時もあるんですね。じゃあそうなんですよ。あ、面白い。え、ナメコの巣、今までのナメコとは全然違いますね。あの今までは本当に原木の上に生えて収穫して、はい、っていうだけだったんです、はい、ですけれども、今回はもうナメコたちをずっと可愛がって、うん、そうですね、もらえるような作りになってます。今やってて目標とかも分かりやすかったし、開発もすぐできるから、うん、もうストレスは今のところ何一つなく。で、このね、40レベルまで行ってるやつで課金がほぼない状態でこんなに豪華なのができるってすごいですね。すごい。あ、ちょっとあのね、ストレスなさすぎて課金してもらえるかが心配なのでちょっと今回あの、うん、ただの課金ではない要素も1個だけつけていて。何ですか？特別会員権っていうのがあって。あ、すごいすごいすごい。有効期間30日間で特別毎日ボーナスとバナー広告が削除なんですね、はい、これを購入していただくと最大で1020個のなめ玉、はい、早送りチケット6枚と、もっと早送りできるチケット6枚がログインボーナスとして毎日配られます。なめ玉30個チケット1枚なめ玉30個みたいな感じでログインボーナスが配られるので、毎日全部30日連続で受け取るとこれだけのものをゲットできて、かつ、はいはい、バナー広告枠がなくなるので、あの画面がより広くなるんです。なるほど、今下にありますからね、はい、これそうですよね。今これちょっとねなくしてます。この下の部分にいつもだったら広告があるんですけど、はい、それがないから、そのラインがないから、より広くなめこの巣を遊んでいただける。え、すごいですね。あとお値段もね、最初いくらにするとかいろいろ迷ったんですけれども、うんうんうん、まあ、それなりの値段かつお小遣いでも買えるっていう値段設定にさせていただきました。600円ですかね、はい、いや、これはちょっと嬉しい機能ですね、はい、初めての課金でもちょっとぜひ、なんかもうとりあえずね
よろしくお願いしますと。いやこれはちょっと私早速ダウンロードしてやりたくなっちゃう。なめこちゃんの詳細とか知りたいし、はい、いやこれはちょっと楽しみです、やるのが、ね、ダンボールなめこさんとみーこでなめこの巣の紹介をさせていただきました、はい、ぜひぜひ、すごい楽しいしストレスが全然もないので、ぜひぜひ遊んでみてください。よろしくお願いいたします、はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。さよなら。本当に出てんのかな出てなかったらごめん不安になる